君の脳に直接届く妄想のプライムです。さあ月こもり早くも5週目もう終わっちゃいますね。はい、というわけで今回の1話目は吉尾です。何気に吉尾1話目でやってなかったんですよね。俺が1話目か。じゃあすっごく怖い話をしてやるからな。みんな泣いちゃうかもしれないぜ。久しぶりにこうして集まってみんな感じてると思うんだけどさ、うちって田舎だよな。今時わらぶきの家なんて珍しいって本当。まあなかなか見たことはないですよね。旧家だの歴史的遺産だのって言われてもわかんねえよな。でもこの近所には同じような古い家が何軒かあるんだぜ。俺の友達の立川もそういう家に住んでるんだけどさ、そいつ去年の夏頃に変なこと言い出したんだよ。俺の家にはわらし様が住んでるんだなんてさ。もちろんそんなの信じなかったよ。でも俺たちの班、夏休みのグループ研究が決まらなくてさ、ちょうどいいと思ったわけ。そいつの家の写真を何枚か撮って図書館でわらし様のことを調べて、うまくいけば一日で終わるかもしれないじゃん。だから俺たちわらし様の研究をすることにしたんだ。まずは写真だ。俺たちは立川の家に行った。わらし様はいつも奥の仏間に出るらしい。俺たちは隣の座敷でカメラを構えてじっと待った。でも半日経ってもそれらしいもんは現れないんだ。なんか肩透かしっていうかがっかりしちゃってさ、カメラ放り出して寝っ転がってたんだ。そしたら急に立川が叫んだ。お嵐様だ、お嵐様が出たぞ。カメラをひっつかんで襖の間からシャッターを切ってるんだ。俺にも見せろよ。俺は飛び出して襖を開けたんだ。そしたらふっと線香みたいな匂いがしたっけ。でも部屋の中には誰もいないんだ。立川が嘘ついたのかとも思ったんだけどさ、とりあえずフィルムを現像に出してみたわけ。そしたら映ってたんだよ、わらし様が。写真の中のわらし様がどんな姿だったか知りたい？1知りたい、2知りたくない。知りたいね。1そうだろそうだろ、知りたいよな。それなら今度から俺のこと呼び捨てにすんなよな。ちゃんと吉尾くんって呼べよ。そしたら話してやる。1吉尾くんと呼ぶ。2冗談じゃない。むしろそんなんで話してくれんだね。1オッケー、それでいいぜ。あの写真にはさ、髪が長くて白い着物を着た女が写ってたんだよ。あの時そんな女がいなかったことは俺がよく知ってる。ってことはやっぱりこれがわらし様なんだ。変な写真が撮れたのは感動したけど、あんまり怖くなかったな。だって妖怪漫画に出てくるようなやつでもぐちゃぐちゃお化けでもなかったし。でもまあ第一段階は成功だ。俺たちはウキウキしながら計画の第二段階に進んだのさ。第二段階って立川の家に泊まることだよ。だってさ、わらし様は夜中になると何人も出てくるって言うんだぜ。これを写真に撮ればグループ研究どころじゃない。新聞にだって載るかもしれないからな。男は俺と立川ともう一人小坂ってやつ、それに女子二人の全部で5人だった。女子なんて邪魔なだけなんだけど反抗道だからな。で、俺たち男は例の仏間に布団を敷いてもらって寝ることにしたわけ。もちろん女子は襖の向こうの部屋に寝かせたぜ。眠るつもりなんかなかったんだけど、ついうとうとしちゃってさ、気がついたらもう夜中だったんだ。明かりもいつの間にか落としてあって、オレンジ色の豆電球がポツンとついてた。なんでそんな時間に目が覚めたかっていうと、実は俺便所行きたくなったんだよな。かわいいな。だけど立川の家の便所って暗い廊下の先にあるんだ。ちょっと不気味っていうか怖いっていうか、わかるだろ。プライムネーだって夜に便所行くの怖いよな。1怖い、2少し怖い、3全然平気。まあいい年なんでね、全然平気ですね。3なんだよ強がって、怖がりのくせに。俺だって平気だったけどな。だから一人で行くことにした。友達を起こすなんて絶対に嫌だったしさ、そんなことしたら後で笑い者になるって決まってる。なるに決まってるか。俺は奴らを起こさないようにそっと真っ暗な廊下に出たんだ。もう家の人も寝たんだろうな。物音一つしやしない。耳を澄ますと厚い雨戸の向こうでかすかに虫の音が聞こえたぜ。俺だんだん怖くなってきちゃってさ、もしかしたらもうこの家の中にはわらし様がいるのかもしれない、いるのかもしれない。俺が起きているのが見つかったらただじゃ済まないかも。そう思ったら胸がドキドキしてきた。
できるだけ早く部屋に戻ろう。息を殺して忍び足で便所に急いだんだ。廊下の突き当たりにドアが見えた時はほっとしたな。ドアを開けようと手を伸ばす。その時、中で音がした。小さな音だったけど間違いない。まさか中に何かいるのか。そういえば何かがゴソゴソと動いているような気配を感じる。胃のあたりがキューッと痛くなった。だけどその時思い出したんだ。立川の家では確か猫を飼っていたはずだ。虎島の雑種で人懐っこいやつ。プライムで猫って好きか？1好きに嫌い。もう大好きですね。1。へえ、そうなんだ。猫って可愛いよな。俺は動物なら何でも好きだけど。だからドアを開けようとしたんだ。でも寸前で手を止めた。待てよ。確か寝る前に立川のお袋が猫を連れてったよな。それならこの中にいるのは猫じゃない。嫌な感じがした。俺は部屋に戻ることにしたんだ。なんとか夜明けまでは我慢できそうだったからな。部屋に戻って布団の上に座ったまま朝を待ったよ。もう眠気なんて吹っ飛んでいたし。長かったな。たった何時間かがあんなに長く感じたのは初めてだったぜ。この家に何かいるのはもう分かっていた。だから俺は弱みを見せないように気を張っていたよ。そして永遠に続くかと思えた夜がやっと明けてきたんだ。雨戸の隙間からわずかに光が差し込んできた。俺はほっとして肩の力を抜いたんだ。その時天井から声がした。チッ。俺の上にいる何かが舌打ちしている。俺という獲物を逃して残念がっているように。全身の毛が逆立った気がした。立川、小坂。俺は寝ている仲間を起こそうとした。肩を揺すると奴らは何の抵抗もなくぐらりと仰向けになったんだ。うつろな目と切り裂かれた喉が俺の目に入った。いつの間にか二人とも死んでいたんだ。俺は廊下に転げ出て大声で叫んだよ。二人の死体には血が一滴も残っていなかったって。布団も綺麗なままだった。きっと天井の声がやったんだろう。それでも足りなくて俺も狙っていたんだ。あれは一体何だったんだろう。俺にわかるのは立川の家にいたのが座敷わらしのようなものでは絶対になかったということだけだぜ。これで俺の話は終わりだ。次は誰が話す？よく終われたな、話。次に行けたな。もうしんどりやないかい、もう。編集を遂げてるじゃないか、友達が。それで、すべては闇の中ではないんだね。はい。というわけで、無事クリアしましたのでね、次に進みたいと思います。というわけで、プライムが喋ってました。また次回お会いしましょう。バイバイ。